どうもシルクです。どうも元木です。すげえ大胆な嘘つくな。トークカード、罰ゲームカード、一緒にやりたいと思います。トークを引いた人に罰ゲームをこっち側の人がやるっていう。話してるやつデメリットしかないね。お願いいたします。はい。行くぞー、せーの。はい。ここにいる人の暴露話をされてる最中に俺しかいねえじゃん。次のゲームが終わるまで正座きつ。小学校の頃全裸で廊下走ってたぐらいだよね。解放感に詰まりたかったんじゃないの。せーの。はい。みんなが知っている人の暴露話ってことは、要は俺らの中の誰かの暴露話をダーマがしてる間に、僕は君をパシリにします。だとメンバー内で。ちょっとパソコン取れ。はい。暴露話っていうか、まあ小学校まあそのメンバーの一人がいて、まあ、そいつとはまあ結構長い付き合いなの、他のメンバーより。二人で公園のこう枝をなんか綱引きみたいに引っ張って引っ張って折っちゃったことがあるのね。その近所の家に住んでて、公園からもう5秒ぐらいでもう家着いちゃうのに、そんな公園でもうでっかい木のさ枝折っちゃうもんだから、周りの近所の人からめっちゃ怒られて、で折れた瞬間、いや俺何もしてないんでって手のひら思いっきり返して帰りました。もうクソ野郎じゃん。友達を売りました。飲み物取って。どうぞ。ミスるなよ。はい。死ぬかと思った話は俺がされてる最中に罰ゲームが免除でございます。あ、いや俺死にかけまくってるのよ。だからどれの話していいかだろう。そう、すごい。じゃあ何個かショートストーリーでお送りするわ。クマと遭遇して死にかけた。腰引けたけど叫ぶしかねえから、うわーって言ったら、あっちもどうもみたいな、バーッとさ先手を取ったおかげで。そう、あとまあいろいろあるけど、まあ2時間海でさまよった話もあるし。俺にシーってやってうちの金を取って逃げて捕まった時に、俺に小声で、俺その時ちっちゃかったんだけど、言葉喋れなくてよかったねって言って捕まった。俺が言葉喋れて盗んでるよって俺が言える年だったら、もしかしたらお母さんいないから死んでた。めっちゃダークなストーリー。罰ゲーム免除でよかったねこれね。俺罰ゲームありながらこれ話せないもん。はい。今更だけど謝りたい話をしながら、ダーマ君はダジャリ言ってください。手かせ汗かせが、汗かせじゃねえ、手かし足かしが、足かしじゃねえ、しかしエレファントかしましみたいな。温泉に誘われたのに、いいよ金ないけどって言って、一銭も入れてないくせに、お前家からバスタオルとか持ってきて行くぞとか言って。お前どういうメンタルしてんだよ。最後温泉入った後、遠慮なく焼肉も食ったんだけど、金ねえのにな。そうっすね、ダジャリ。あ、土管が吹っ飛んだ。違う、吹っ飛んだよ。おい、フリートークしながら俺がしっぺさせられるってことですね。そうだな。おぉ、じらすんじゃねえよ。今ギュッてやったのに俺今。何があるかな。フリートークってやると逆に難しいよね。毛並みを揃えるな。メンバー内さ、一番一緒にいて辛いなと思うのは誰？いてこいつと話題があんまり出ねえなっていうのは俺は、だろうな。あいつ基本的にさ、まあ、アウトドアじゃん。野球やってたり結構運動やってたりしてさ、そうだね。だから俺基本的にもインドアじゃん、まあ、ゲームやったりなんかネットを見てたりだから、そうだね。根本的に趣味がさ、合わないからあんまりさ、こう会話が弾まないんだよね。なんでチュルチュルチュルって会話。あと野球の話して、あいつ野球やってんじゃんって、お前がこうやってやったらお前も野球やってるみたいな感じ。ピッチング練習してみたいな。だから俺の話じゃん。そうだ。はい。本当は誰にも言いたくないお気に入りの一品の話と押しながら、あなた20秒間エアギターして思い出深い一品の話。ああ、いやいや、結構二段ベッドの上からブラブラ、その縁からね、こう顔を覗かせたりその、するのが好きだったわけよ。二段ベッドの下に、まあ、小物置があって、白鳥の置物があったわけよ。あ、まあ、上向いてこうグイーって上向いてる白鳥の置物があって、二段ベッドして、二段ベッドの上にいて、これ待ってこれ奪われる、集中力が、集中一回バランス崩して手離して落ちちゃったんだけど、その時に白鳥の置物が下にあって、これ白鳥の置物にちょっとケツがブスーってぶっ刺さっちゃったんだよ。上向いてる白鳥の置物が綺麗に俺のケツの穴に収まっていったわけよ。せーの。本当のような嘘の話を、しながらアグラジャンプで空中浮遊する。お、で、わ、さ、る、だ。お疲れ。これしか解決策がない。せーの。はい。最近の悩み相談の話をしつつ、変顔を喋られる。
や、悩みでしょ、うん、悩みっていうほどの悩みはない。悩みがないのは悩みなんじゃない？ああ、はい。初めて経験した話、スクワット30回。なんかスクワット30回初めて経験した時の話みたいになっちゃってる。そう。普通にただ単に負荷かけただけじゃん。せーの、はい。最近傷ついた話をしながらセクシーポーズ。最近はね、そうだね、あんまりそういうことはないかな。ないかな。言葉までセクシーになっちゃってる。おすすめ動画はこちら。スマホ、タブレットは概要欄から。サブチャンネルもあるよ。ホームページもあるよ。ツイッターもあるよ。詳しくは概要欄から。毎日動画も出てるよ。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。